こんにちは、ゆいです。今回はバイキンマンを作っていきたいと思います。と前回アンパンマンを作ったんですけど、アンパンマンよりちょっと大きめなバイキンマンを作っていきたいと思います。バイキンマンも手入れてお掃除とかにも使えますし、あとはお子さんと遊んだりして使えると思うので、よかったら皆さんも作ってみてください。編み図的には1段目鎖編み3目の周りに細編み8目を編んで、2段目14目、3段目20目、4段目28目、5段目34目、6段目40目、7段目48目で、どんどんでっかくしていく感じになります。では、最初の1段目作っていきたいと思います。はい、では1段目を作っていきたいと思います。はい、1段目完成です。2段目は次14目編んでいきます。これ2段目完成です。3段目は20目になります。これで7段目まで完成しました。ベース部分が完成しました。で、もう一個ベース部分を作って裏面に使いたいと思います。で、ベース部分が編めたので、次、刃の部分を編んでいきたいと思います。で、刃の部分は鎖編み、16目で減らし目をしてって編んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16で、立ち上がり一目で、ちょうどいい大きさになるので、で、一段目はそのまま裏山に、編んでいきます。
で、これで1段目が完成です。で、2段目なんですけど、2段目はこの端と端に減らし目を入れて編んでいきます。これで2段目完成です。で、3段目以降もその端と端に減らし目を入れてってどんどん小さくしていく感じです。5段目ぐらいでちょうどいいかなって思うので編んでください。刃の部分ができたので次はここの紫の部分を編んでいきたいと思います。で、紫の部分も鎖編み16目で1段だけ編んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16で立ち上がり1目で、で裏山に編んでいきます。これで花のここの横の部分が完成です。で、これ糸処理してくっつけていきたいと思います。
これで紫の部分完成です。次に鼻と目と作っていきます。で、大きさが鼻と目一緒なので同じ円を3つ作ります。輪の目で8目、8目編みます。で、これで1段目完成です。2段目は増やし目をして16目にしていきます。これで鼻のベースが完成しました。鼻の部分にはこのちょっと白い部分を入れたいので、とじ針でちょっと白を入れていきます。こんな感じで鼻部分完成です。鼻が完成して、白目も鼻と同じ作り方なので作っておきました。次はとじ針を使ってこの目のにっこりを作っていきたいと思います。この1段目と2段目の境目にとじ針を通して反対側にも通して、ちょうど真ん中ら辺で感じですかね。にっこり目ができたので反対側もにっこりさせていきたいと思います。で、反対側もにっこりできました。そしたらまず鼻をくっつけていきたいと思います。ここの白い部分があるので、斜め上ぐらいになるようにつけていきます。こんな感じで鼻をつけ終わりました。鼻をつけ終わったので、今度は歯のギザギザをとじ針でつけていこうと思います。 Open your eyes, look into mine. With just one stare, I know I'll be fine. Open those lips.Lock them with mine. With just one kiss, our hands intertwine. Open your hand, grasp mine together. With you by my side, I could stay here forever. Open your ears, whisper to me. Tell me you love me and make me crazy.
こんな感じでギザギザ完成しました。で、次はこの縦のラインを入れていきたいと思います。感じでギザギザ完成です。これで次ですね、次さっき作った目を縫い付けていきたいと思います。で、にっこりしてる目が反対とかにならないように気をつけながら。こんな感じで縫い付けていきます。これで反対側も縫い付けて目が完成です。で、次この触角部分を編んでいきたいと思います。で、この触角部分は輪の目で6目編みます。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。円の形にしたらそのまま鎖編みを5回1、2、3、4、5で5回して、立ち上がり一目で裏山に編んでいきます。で、これで完成です。で、ここが今離れてるのでとじ針でくっつけて使いたいと思います。同じのをもう一個作ったので、で、これをとじ針で繋げていきたいと思います。で、こんな感じで繋がりました。で、糸を下の方まで持ってきて縫い付けやすいようにしていきます。で、目の上ら辺からちょうど出るように縫い付けていきたいと思います。
こんな感じで触覚完成です。裏側も同様に縫っていって、こう手だけ入るようにしました。前回作ったアンパンマンもこう手が入るので、お子さんと一緒に遊んでもいいですし、お掃除する時も手が入ってやりやすいと思います。よかったら皆さんも作ってみてください。この動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。以上、ゆいでした。